アカデさん男性0代です十代男性ですね、えー、保育園の期間合わせて11年間同じクラスだった女性に卒業後告白直接告白したところ振られてしまいましたああ、えー、保育園合わせて11年同じクラスだったということはまあ小学校から高校あ保育園から子供高校ぐらいまでという意味かなそれともあ違うわ中学の終わりまでだ えー、その女性とは仲がよく同じ班だったため席も近く冬の間はその女性の前の席でしたそのため話しかけ,たり話しかけられたり、など時には後ろからちょっかいをかけられたいなどもうね茜さん <laughs> あの10代男性今多分中学から高校生に上がるぐらいですよね。多分、この放送をいいている。その 君より年上の男女全員が、あいつものきたなというふうに思ってるんですよ。でいつものきたなぁというふうに思っててですね、えー、あい無理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 その女やめとこう!」ってはいもうその女のこと忘れようというですね答えをもうみんな思ってます。みんな思ってますけども,もうちょっと進めますね。 えー、その女性はインドアでアニメ好きでゲームをよく2人でやってました振られたときは相手に、えー、長く一緒にいすぎて友達として見ていたと言われましたその後の LINE では嬉しかったですありがとう、えー、急だったんでうまく話せなくてすいません友達としてやけどよろしくですと返ってきました自分の中では後悔しないために勇気を持って告白したのが相手に受け入れられず悔しくてショックでした。 けど、相手とは学科は違いますが、同じ,高校にあやっぱ同じ高校に入学することになって、まだ未練が残っている状態です。どうしたらいいですか？ですね、あの君の今、十五歳だよね。じゃあ、君の六倍年、ね、を取った人間として、そんな四倍年を取った人間としてというような振りかぶった言い方は必要じゃないな。 どういうふうういふに言おうかな。その女の子ダメだからもう忘れた方がいいよなんですよ僕も本当にあの多分そのこれ見てる皆さんと同じように。でうん応援してくれって言うんだったらじゃあストーカーやってみるかって話ですねつまりすごいみっともない生き方だけどそういう恋愛法もあるから徹底的にその女の子とをストーカーしてみて。 ばれいい、まあまあ、ると何だろうあれこれ言われるご時世ですよとあの一途な愛ということもできるんだけどでその女の子と例えばその前後の席だったとか保育園の頃からとかこんな思い出がある時にずらっと並べてくれたんだけどもその並べるのに関して多分僕は全然ああそういうふうなこともあったんだろうな。 でもそれは君にとって特別な思い出だけど多分その女の子にとっても特別な思い出じゃないんだよっていうことぐらいしか言えないんですね。なのであのまだ君との関係を潰すつもりはないのであの急だったんでうまく話せなくてすいません友達としてやけどよろしくですっていう返事が返ってくるわけですね。なんであの 後悔しないために勇気を持って告白したのが相手に受け入れられず悔しくてショック。ま、あ、ここがあの、言い方悪いんですけど、同じ男同士として言わせてもらえれば、後悔しないために勇気を持って告白したんだから、受け入れられないのは悔しいというのは、それは君が間違ってるよ。100%間違ってるよ。だって、後悔しないために勇気を持って告白、後悔しないために、イコール、俺のために。 彼女のためじゃなくて、俺自身の気持ちのために告白したんだよね。で、それを向こうは勇気を持って断ってくれたんだから、君の勇気に対して相手は勇気を持って報いてくれたのに、悔しくてショックななんて答える君は彼女にふさわしくないので <laughs>、さっさと諦めた方がいいと思うよ。あの君は勇気を持ってやったことに対して相手をですね、なんかこう出して悔しいと思うよ。 思うんだけど、相手の女の子の方は君よりもうちょっと性格がいいからまあね同じ高校に入学することになってまだ未練が残ってるうんその女の子がどんな男の子をことを好きなのかっていうのをちょっとストーカーして調べて自分をそっちの方に高める高めるというのは要するにどういうことかというと勇気を持って告白して、えー、もうですねショックは構わないけどせめて悔しくないぐらいの。 なでしょうね。あの男になってからもう一回チャレンジしてみればいいんじゃないでしょうかね。もう一回チャレンジしてもダメかどうかというのはまたこれはもう将来だから読めないんですけど少なくとも今のところは諦めた方がいいと思うよ。なんかね、こう相談文読んでるだけで格が違う。彼女の方が格上で君の方が雑魚っぽいからちょっと今のところは諦めた方がいいと思うな。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。